10%切ったみたみいで,すでこれさ、これで代理店が取ってきたスポンサーが、いや、このままじゃおりますよってなって、そうなった場合、スポンサーからの圧力でサッカー協会変わるっていうより、普通にスポンサーがいなくなって終わるだけだと思うんだよね、今の協会の場合。中村康介、店行ったと外国人扱いされたらしい。あ,あ、日本であのそうよね、最初見たら。色味とかもね。日本人の人が坊主にした感じじゃないもんね。そうなんだよな、もう,う。森保ジャパンはそんな感じにまあなっちゃうな、でもまあ、ね、ご新規さんに。 日本代表から入ってもらって、サッカーにね、興味持ってもらってみたいなね。本当だったらね、スポンサーさんありがとうございますっていうより、スポンサーがいっぱいつくような話題の作り方を森安さんが,がしろっていうのは厳しいから、そういう日本サッカー協会にするべきなんだけど、そんなこと田島さんができるわけないから、もうしょうがないっすよね、これに関しては。もう日本の政治、岸田さんに文句言ったところで、岸田さんだって動かされてる側だからな、みたいな。<laughs> だからもう自分に矢印向けて、日本はこんな感じだけど、自分がやってるチームはみんなが興味持ってくれる。 チーム作るみたいな。そうだから結局ね、本当にあの、僕だけじゃなくて、僕は別に競技っていうかサッカーやる YouTuber じゃないけど、基本的に。ちょっとやったりもするけどね。サッカーインフルエンサーみたいな人たちでさ、全然プロじゃない選手の方が人気あったりとかするじゃん、平気で。あどういうことかっていうと、やっぱ人間が見たいし、そのタレントとか応援したいキャラクターの人を応援したいから、それが日本代表だったら最高じゃん。っていうふうに動けないだ。だからその、うちのドキュメンタリースタッフを上げることになりますけど、うちぐらいのドキュメンタリーを日本代表でやったらもっと見ますからね。 うん、そういうふうにちゃんと、もっと作れるわけだし、予算、かけれる予算で言ったら。そ,うそれをね、オーラアナッシングとかで、ね、プレミアとかのチームはやってるし、でもあそこまで映像のクオリティが高くなくてもね、そういうなんかいろいろ世間を巻き込める施策を考えられる人がいなかったり、そういうのが必要とすら思ってないから、しょうがない。有名じゃなきゃいけないとか、選手がもっとサッカーうまくいなきゃ人気が出ないんだったら、サッカーインフルエンサーって仕事は成立してないですからね。 電通だけの、あれじゃないですよ。だって、日本代表、代理店がさ、こうスポンサーさんとかを紹介して、も持ってきて繋げたりとかするんじゃん。日本代表がなんか人気ない施策打ちますって言った時に、関係各所のさ、こう調整、社内倫理みたいな通しり調整したりとかさ、普通の会社であるようなことを、あれして、結果こういう風に売り出していきましょうとか、広報広報がアイディア出すだけじゃ動かないから、あれだけでかい組織になると。そういうのって一番は、トップが動かしたり、トップの人たちがそういうのを動けるような組織していかなきいゃいけないんだけど、だって分析 感が良良くくたってさサッカーななんんいじゃんそれはだって練習から良くしなきゃいけないし、選手呼ぶとこから良くしなきゃいけないし。だってね、僕だっていろいろ戦術とか喋ってましたけど、戦術的な現象が出るようになったのは最近ですか。で、それは別に選手が、前の選手が悪かったって意味じゃなくて、本当にオーナーとしていろいろやって、いろんな方の協力を得て、 スタッフがちゃんとやってくれて、スポンサーさんがついてくれて、パートナーさんが来てくれて、チームドクターができたりとか。それがあってなったことですから、でも、ね、これはもう本当に、シャーゴの場合、零細企業で小さい組織でトップダウン型でやってくれるスタッフがいて、ついてきてくれる選手がいるからできることだけど、これがね、普通にコンサルがふわっと来て、これやったらって言って、じゃあやりましょうっ,つって、バーって動かないですからね。その辺なんか、いい分析官がいるのになんでチーム変わんないんだろうとか。 あの電通がついてるのになんで日本代表人気にならないんだろうっていうのは、積極さっき聞こえたら嫌だけど、その世間を知ってったら、理的に分かることですよ、ね、広告代理店はクライアントの要求に対して満足してもらう仕事ですからね、そう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 、だから日本サッカー協会に満足してもらうのが電通だから、なんからね、昔、うちが知ってる人も聞いたことありますけどね、こっちだって人気出してほしいんだみたいな、<laughs> 広告代理店としては日本代表が人気あったら、もっと取ってこれるわっていう話が上がってるっていうのは聞いたことありますね。 今更ながらアセナのオーナーシング見て、来季から応援したいと思ったんで、日本代表のドキュメンタリーぜひやってほしい。うん。別にね、いいシーズンではなかったけど、それで言うと、あれなんです僕自身バルサ好きになったら別にペップバルサで好きになったわけじゃなくて、一番暗黒期って言われてるウエハカップやっと出てた時の、ルイス・ンリケ現役時代の、のファンハールでボロボロになってアンティッチでなんとかしてた時ですから。そのチームを好きになるって実際はね、強さじゃないよね。感情移入できるかどうかとか。 そうだから、まだまだうちのドキュメントもね、向上しなきゃいけないところばっかりですけど、それでもね、日本代表一緒に応援しようっていうふうになるようなね、施策は、内側も外側もないですからね、ピッチ上もピッチ外。 戦術リバウドのじゃいそれが戦術リバウドがリバウドがファンハールと喧嘩して出てってで新しい会長になったまあリケルメ取ってきたらリケルメ使わねえって言い出したんですよファンハールというかそこの連携取れてないまま取ってきちゃったから結構やっぱ物語あるとね好きになるよねえ最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう了でしたバイバイ